西武には相性は良かった悪かった。防御率は悪かった。五分ですね。だって大井さんがローテーション変えてでもノモを西武に当てるんやで。それも扇マジックやったもんな。当時やっぱりノモのトルネードで。こう後ろに回った時にグローブのところで握りでボールがね大きく見えたらフォーク、ちっちゃく見えたらストレートっていうのが分かって、うん、知ってたわ俺もサード守りながら、うん、サードコーチャーはあれやったか忘れたけど、ね、覚えてるよもうノムがこうした時にフッっていうね、戸頭がパッと止まんねんハードやっぱそれ腹立つから俺も守りながらないつも言ってたのノムが言ったフッって言って俺も言うとほんまにフォークの時やねバラしてしもた言う時や近鉄に入った時からもメジャーに行きたいっていうのもあったのそれはなかったやけどなんでメジャーにあった、まあ、一番は BS でやってたっていう BS でやってまあ興味があって日米野球で実際投げてちょっと違うなっていう当時はやっぱりものすごいやっぱり俺らでもうあんなんもう全然論外の世界や思ってて、うん、そうですね太平洋がもうものすごいでかいように感じたのがほんとそれはあると思うよ野茂が行ってピッチャーが不利と言われるあの高知でノーヒットノーランやったそれもね野茂らしいねこうガッツポーズせえへんねノイトノーランして手下やねん手下で勝つやんねんなんかやれガッツポーズそれ金村さんじゃないだから俺はお前高徳ノイトノーランの時絶対ガー行くかなと思ったらノイトノーランの時手下やんけお前キャッチャーで手をとくかかやるなんやねんそうでしたそうやってんかあんな終わってからみんなでパーティーとかすんの両方ビジターだったんですけどビジターのクラブハウスの人があのシャンパン冷やしてくれてましたけどおめでとうはあ、コングラチュレーションはあ、英語でベラベラくすいていやいやいや日常会話これなこんだけ行ってるユニフォーム全部置いてんのいやないっすないっすえ、なんでやどこへえ置いとけよまあそうなんですけどその球場に行く前にクビって言われた時はあんのありますすごいなその時はほんなら球場にもう行かんとそのままはい僕ら野球に携わってる人間だからそういうクビっていうのはあるよって分かりますけど、うん、知らない人とかあったらその行く前にクビっていうのもねそれメジャーの厳しさやもんねもうだからカンザスシティのユニフォームは持ってないです最後カンザスシティですけど最後ロイヤルあのホワイトソックスからホテルにいる時にもう昼前にねまあでももう最後自分でどう振り返ってみてもう自分で自分を褒めたいいう言葉出てくる出てこへんなんか悔いは残るとかあ言ってたねノモらしい言葉で締めてたけど、まあ今でもやっぱりこうメジャーのマウンドに上がりたいと思いますからね。やめて帰ってきてね、おたとき今ごっついボール走ってますとか言う。あれ引退したのに何言ってるのかな。まだ行く気違うか。僕やっぱり、ね、日本のボールちょっと軽いんですよ。軽い。はい。まあ、投げやすいですね。メジャーより。メジャーのボールより最近やっと分かってきたって感じです。ほんとねめっちゃくちゃ野球好きやったよな。試合投げてホテル帰ってきてまだ野球ゲームしてんのよな。野球で俺も全然打たれへんのにアグリバスで高山さん昨日荒れたんす俺昨日打ってないやんエラーもしてんのに思って。いや、ファミコンでさよならホームラン打ってくれました。どんだけやけどよく言うじゃないですか、博多行ったら野茂が近くに寄ってきたらもうニンニク臭ってもたまらんかった。博多行くと思う、もつ鍋、鉄鍋、餃子3日間あったらマグリ走ってた臭い臭い。こ
これ何の匂いや。アンダーシャツが臭くなります。開幕の時にね、うん、開幕戦やで、今日からスタートの時にノムがワイズミナンバーでやってきましたよ、うん、ね、開幕予告先発でなんとガードマンが駐車場ありませんから出てくれ。ノムを止めたんですか。激怒。ノムが帰りかけんねん。もうそこに俺がまた俺がな、ワイズミナンバーでやってまいりました。開幕やから家でタイのお頭食べて、よし今日から頑張ってくるわって言って、ふーって同じこと言われた。お前選手おらなら野球できんぞ。もっと激怒してんのがノムやって。もう僕は投げませんって。開幕日やね、小学生やね。バックせえバックせえ。なんでバックすんだ。前か今から行こうってこうやって。ほんでガードマンが、うん、系列の社長用の駐車場やからお前らバックバックって言われて、こんな車も止められへん駐車場だよ。待てえのもってお前帰ったらって社長と二人で一緒に押さえて、ほんで社長わかったって、次の遠征帰ってきた時には選手用駐車場ってできてた。で見たらこのここの人でもやってくれるようなフェンスあるだけやで。そういう時代やったもんな。そうですね。だから逆に言うとこういうキャラ的にも先輩がノムの悪いことを言うやつなんて一人もいない。みんなに愛されてたよノムは。まあサインがね覚えてんのがね、やっぱりスターになったら書こう思ってたよな。漢字崩して漢字で飲もってこう書く数多いやん。最初初めてサイン見た時これ豚の似顔絵か言うやろ。こう一生懸命漢字こう長いね。あっという間スターになったから色紙がロック入った飲ものテーブルでこんなんやもんな。あっという間かったもん、ひらがなで飲も。仲間に鈴木言うのは口でいいよね。鈴木の画数多いやんか、もう金編にこう、それからもう面倒くさがりやったから鈴木鈴木やんか。鈴木口で言ってんだ。鈴木鈴木早い早い。なんか